はい、こんにちは、ジャムです。今回は、スクワットバスターズやっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。なんか呪文の、ミッションみたいなの来てますね。ローリングウッドの呪文、300個ね、呪文使いましょうというやつですね。で、前回、ビーチワールドというところに突入したので、ちょっとね、いろいろ新しいルールも見れるかなということで、やっていってみようと思います。行きましょう。さあ、ウォーターブリッツ、リングハント、これなんだろう、初めてのやつですね。リングハント、貴重なエメラルドリングの奪い合い。これは、ちょっと B 取っちゃったけど、これは、エメラルドリングとやらを集めるとどうなるんだそこから、よくわかんないやつですが、まあ、とりあえずコインを集めて次の仲間をゲット、バーバリアンですね。さあ、これは一旦 B に蜂をあげたいところだが、ちょっと待てよ。蜂の巣どこ蜂がどこにいるかがよくわからん。ちょっと仲間を、はい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 。バーバリアン。ちょっと待って。これ、靴を拾って、レイジ使うか。やられてる。ちょっと待って。レイジ使ったのに勝てないんか。マジか。ちょっと待って。爆弾、拾って投げて。おっと、怖いね。はい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 。2打取りましょう。さて、エメラルドリングっていうのは何なんだろう。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待って。2打やられる。まずい、これ。ちょっと待って、普通の敵も結構強くなってないか、前より。前よりというか、これまでのステージより。まさか、ここで吹っ飛ばされるとはというとこですね。まあ、連勝は、維持しないで OK。どんどん次行きましょう。鶏。今のは、随分あっさりやられちゃったなというところですが。そうね。まあ、1回目だからしょうがないということにしておこう。っていうか、まあ最初に B 取ったのも良くないっちゃ良くないのかな。ウォーターブリッツ、ドッペルゲンガー。さあ、今度はちょっとしっかり。これゴブリン違うな。1回バーバリアンか。まあいいや、ゴブリン取っちゃったから。しゃあない。一旦箱開けて。さあ、次の仲間。まあ、ゴブリンね。ちょっとゴブリンからゴブリンだと微妙なんだけど、まあいいや。とりあえずすぐ開けられるように。これも、まあ、でっかくしてしまいましょうか。で、次の仲間を、2タ取る。2タを取ってから、ゴブリン取りましょう。OK。で、2タのクマに守ってもらいながら、次を開ける。一旦シェリー。一旦シェリーからの、ちょっと向こうになんかいるな。まあ、シェリーでいいや、じゃあ。で、もう一回開ける。ゴブリン来る。コイン集めて、次の箱開けましょう。一旦シェリー取る。で、ゴブリン取る。とりあえず、これで少し強くしてから、旅立ちましょうか。これ一旦シェリー。で、次。これゴブリン。はい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 。旅商人とかが挟めればなおよしなんだが、一旦シェリー。ここゴブリン欲しいが、ホグライダーにしますか。ホグライダーにして、バーバリアン。ゴブリン取る。はい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 。さあ、そして、次は、シェリーで行くか。さあ。ちょっと待って。
これ旅商人いるわけでもなし、端っこでとりあえずひたすら強化してんのもなかなか微妙なところなんだけど、まあでもやっぱり、ドッペルゲンガーだとどうしても、こういう感じになっちゃうよなという気もしなくはない。さあ、ただ、そろそろ そろそろ戦うべきではないかと。そうね。あーでも7位だな。ちょっとまずいね。どうしよっか。うわーっと、ちょっと待って。うわー、ネクロマンサー。ネクロマンサー取るが。はい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 。ちょっと待って。相手が取ったんかい。ちょっと待った。じゃあ一旦大砲取る。ネクロマンサーか、また。まあ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 、ちょっとネクロマンサーの次が欲しいね。ちょっとこぼしたコイン回収して、バーバリアンキング。はい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 、バーバリアンキングで、ちょっと中央に行きましょうか。おっと、ダイナマイク。まあちょっとクマちゃん殴りつつ、さあ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 、一応5位まで回復。ここのエメラルドを拾って、バトルヒーラーはちょっと違う気がするが、まあ3位でフィニッシュかな、これだったら。はい、オッケー、フィニッシュ。まあ最初よりはいいけどって感じか。まあでもいまいちパッとしなかったな。シェリー。さあ、ただ、そうね、新しいステージの敵がいろいろ倒せたので、それはそれでというところかな。全然呪文の消化ができてないけど。さあ、侵略アイランド。モンスターペット、これも初めて見るルール。モンスターペットを宝箱が味方モンスターを召喚、これはどういうことだ。とりあえずチッキンでも取って、大砲ぶん投げる。あれが味方モンスターってことね。はいはいはい、なるほど。敵と戦ってくれるよという感じですね。はい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 。まあ、とりあえず大砲投げておく。あ、このモンスター俺の味方なんだ。へぇー。オーケーオーケー。とりあえず、ルールは分かったよと。宝箱開けると、ユニットの他にモンスターがついてくるよと、おまけでね。そんな感じみたいですね。オッケー。だから宝箱いっぱい開けるほど、有利になるよということでいいのかな。っていうか、なんか、モブの敵も強いよな。なんか知らんけど。ちょっと迷う。ニワトリたくさん取ってもちょっとっていうところはあるけど、他もね、どれ取るかって言われると、悩ましい部分があったからね。まあこれ開けまして、旅商人。トレイデー。旅商人をゲットして、はい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 。そうだね。まあ、こいつとりあえず叩いて、コインゲット。オッケー。次の箱開ける。まあ、旅商人ゲット。そしたら、おお、これ味方頼もしいんじゃない？よくわかってないけど。さあ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 。オッケー。まあ、旅商人のおかげでちまちまエメラルド稼いではいるが、そこまで大きな、稼ぎにはなってないか。まあまあまあ、レイジ使っちゃったけど、とりあえず、爆弾で木を掘って、はい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 。
ちょっとまずいか、やられてんな、な、足遅、ちょっと待って、こんなに遅いのは聞いてない。まずいまずいまずい、あー、いや、しかも衛星兵って微妙なのしかいない。うわー、ちょっと待ってくれ、ちょい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 、足遅っ。バトルヒーラー取る、バトルヒーラー取って、ちょっと待ってちょっと待って、一旦逃げましょうか。はい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 、まあ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 、こっちもあんまり強くはないけど、なんかモブが追いやられてくるのを叩いてコイン稼ぐぐらいならできるか。いや、結構やられてんのか、これよく見ると。ちょっと待って。一旦避難しよう。ちょっとこのね、敵に、なんて言うんだろう。普通のモブでもね、遠距離攻撃してくるやつかなり鬱陶しい。ああ、ちょ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 。ロワイヤルキング。はい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 。これちょっと回収して。おっと、ちょっと待って、ちょっと待って。さあ、次の箱開ける。うん、バトルヒーラー取る。これは、あれ、なんで1位になってんの、いつまにか。あ、2位だった。ネクロマンサー取る。はい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 。まあでもトップ5にいられそうな感じになってきたか、いつの間にか。おっと、怖いね。はい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 。旅商人は今生きてるのか、俺のメンバーの中で。それがよくわからん。バトルヒーラー取る。この敵倒して、集め、あー、ちょっと待って。はい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 。これで3位終了か。フィニッシュ。旅商人いなくなってるな。はい、ということで、まあ今回は3位ですね。おっと、スーパーレアビッグ。まあ、この中身は、ロワイヤルキング。ロワイヤルキングは微妙だな。まあ、でも新しいエリア来たことで、いろいろと、サクサク解放できてるのはいいね、ブック。そして、シェリーがくっつけられる。で、ダイナマイクもくっつけられる。はい、オッケー。もう一戦行ってみよっか。行きましょう。新しいルールが4つあった気がするんだけど、今んところ指輪と、あとあの、モンスターペットってやつ、しかできてないっすね。あと2個なんだろう。まあゴールデンブーツか。まあドッペリエンガーもあったし、新しいルール以外が出ることももちろんあるからね。まあまあ一応シェリー取りましょう。シェリー。はい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 。とりあえずゴールデンブーツなので、ちょっと靴拾いたいな。靴拾って、骨をぶん殴って、コインを稼ぐ。オッケー。さあ、そして、稼いだコインで仲間を増やしていきましょう。ちょっと待って。まあ、旅商人取るか。旅商人取って、倒した敵から得たコインをエメラルドに変えていく。で、一旦外出て、仲間増やす、旅商人ゲット。さあ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 、メガナイト、メガナイト怖いね。靴ゲット、コインゲット。旅商人でっかくする。まあ、メイビスでもよかったな今。メイビス、メイビス出ない。しかもアチャクイーンいたのに旅商人取っちゃった。メイビス欲しい。どっちかっていうと今メイビス欲しいね。そうだね、ここでちょっと引きこもりたい。あ、メイビス取るんで、ちょっと人参ホリホリタイムして、これでエメラルドを稼ぎましょうか。はいはい、オッケーオッケーオッケー。で、仲間増やす、メイビス育てる、仲間増やす、いや、これはさすがにホグライダーか。で、ホグライダー、草むら、ゴールデンブーツ、開けられないから別の人参探しましょうか。ちょっとこの時代みたいなやつもね、なんか、前に踏んで、痛かった気がするので、ちょっと警戒しましょう。あれはなんかの能力なのかな？まあ、とりあえずここの人参掘りましょう。はい、オッケー。そして宝箱開ける。これ微妙。B 取りますか。
とりあえず B を取って、あーちょっと待って。8ゲット。8ゲットからの、まあ、今の人、追いかけるつもりもないんだけど、追いかけるつもりもないんだけど、ちょっとなんか、逃げてくれると気分はいいよね。あー、人参掘りたいけど、これは相手のが強いのか。まあまあまあ、ゴールデンブーツだからね、走り回れるから、捕まる感じではないんだけど、ちょっと人参掘ってる人が他にもいるなら、あんまり安全に掘り掘りできる場所がないかもしんないな。はい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 。お、ここでエメラルド稼げたのはでかい。大砲は適当に投げとく。で、人参掘る。ちょっとメイビスくっつけてでかくしたいな。メイビス、くっつけてでかくしたいが、ちょっと宝箱どこに安全なのがあるかがよくわからないから、なかなか難しいっすね。あ、これ開けましょう。っていうか、でもね、あれなんだよな。宝箱のレアリティ上がってもうメイビス出ない気がするんだよな。なので、まぁ、ちょっと、微妙ではある。お、ゴールデンブーツゲット。よし、走り回れるね、また。で、ここの人参掘って、まあ、ここの人参で順位を上げられるんじゃないか。ちょっと、一応1位だけど、そんなに差が2位と、OKOKOK。これで差ついたか。よし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 。OKOK。これなら、あー、これならいける。いけるいける。よし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 。バーバリアンキング拾って、終わりですね。OK。最後の方で一応、少し差がついたけど、そこまではね、結構ギリギリだったので、まあまあまあ、メイビスとタビショニーはやっぱり、戦わずにエメラルドを稼ぐのはね、結構勝つためには重要なのかもしれないなというとこですね。はい、で、エルプリーモがくっつく。そしてワールドの報酬、レア回収。中身はパムと、そうね、ヘビーはもうちょっとでもらえるかもしれないけど、なんだったかな、戦車がね、強いらしいので、ちょっと使ってみたいんだが、引くまでがなかなか大変そうかなというとこですね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。